写真拡大。広島の新助っ人、カイル・レグナルト投手30、全メッツ参加3映画13日、日本ハムとのオープン戦マツダで鮮烈な本拠地デビューを飾った。5-1の9回にマウンドの上がると、3者連続見逃し三振で締めくった。しっかりとストライクゾーンに投げることを意識した。ボールが走ってきたので、シーズンに向けてしっかり準備したいね。先頭谷内を追い込んでから3球ファウルで粘られたが、スライダーで見逃し三振に切って勢い乗った。代打石川明に鋭く落ちるカーブで、オープン戦打撃好調の横を来日最速150キロの直球で見逃し三振に仕留めて、捕手の石原と喜びを分かち合った。レグナルトは米国出身の技巧派左腕で、直球は最速152キロ、スライダー、カーブ、チェンジアップを操る。特にハンマーカーブを称される鋭く変化する120キロ台のカーブは決め球としてもカウント球としても有効で、キャンプ中に視察に来たセリーグのスコアラーの一人は良い投手。左腕であそこまで変化するカーブを投げられる投手は日本にはなかなかいないと絶賛するぐらいの切れ味を持っている。